スを久々に見た今日。町田めっちゃいるよな。でもウーバーイーツもないので何も書いてないけど。書いて名前ないのかもしれない。ポポの旅行とウーバーイーツだったよね。完全ウーバーイーツなんだけど。登山にあるのはきついしかないやつ。ちょっと登山にはダメだった。全然向かないなあれ。いやポプは確かに広くて快適かもしれないけど、うん、重すぎてキャリー自体が、ね、こっちが疲弊しちゃうわと思って。まあでも実際さギアとかいろんなもの積んだらあれぐらいの重量になるんだろうけどさ、登山一人当たりでもさ、まあ、訓練と思えば訓練かもしれない。ちょっとやっぱでも横幅がでかすぎるかなと思って普通のザックに比べると。そうするとやっぱ危ないなと思って。それは、うん、今日堂々と忘れた。でもあれさ高さあるし顎こう置けるからさちょうどいいよねと思ってポップのね。あれ、ゆうちょ銀行間近複製アクセスで個人情報が流出した。え大丈夫かもしれない私も。ちょっと何だっけ。でもあれってさネットバンキングやってる人とかじゃないのそれだと思うけどね。絶対もうそういうのはやらないことにした。危ない怖いから。ああそういうことか。なんかちょっと一瞬だけ見たけど分かった。ホリエモン自身じゃなくてホリエモンの知り合いがそのある餃子屋に行ってで多分飯食う前までにはマスクしてくださいよって多分ルールがあったらしいので、ね、うん、まあ今どこの飲食店もそうよね。それでなんかつけなかったから文句言われてなかったんじゃないの。ちょっと分かんない軽く見たのは、まあ、文句っていうか普通にお願いされたわけでしょ、うん、はい、店側からチラッと見たのはあれ、あ、やってるもうラーメン屋、うん、夜なんだな、やるのな、うん、あ、5時からとかなんじゃないあれラーメン屋だから、うん、だから潰れたのかと思ってた。
バイクがいいのか、わかんないけど。あ、いっちゃった。あ、違う、堀山本人か。あー、分かった、そういうことか、本人だ。どっちだろう、ちょっとちゃんと見てないから分かんないんだけど、堀山本人が、その餃子屋に行って、で、マスクをつけて来店してくださいねって書いてあったのにかかわらず、しなくて入ったため、すいません、お客さん、ちょっと当店でもマスクをしてないお客さんを入れさせることはできません。拒否って、なんかすぐ切れちゃうじゃん。わかるけど、怒っちゃうから、怒っちゃって、なんかツイッターかブログで載せたんじゃないの？ここのお店二度と来ねえボケみたいなこと言ったんじゃないの？で、その後にその信者っぽいやつらが電話したんじゃないの？留守番電話で。世の中そんなにさ、ぬるくないよ、セキュリティと思って。何を電話なんか一番身元割れやすいのに。バカなやっちゃな。そういうことだね。そんなんリンチにするに決まってんじゃん。今し金ねんだから、みんなで、あなたの言うこと聞けばお金儲かるんでしょって思うやつ多いに決まってんじゃん。それな、うん、まあ、俺もそういう風になりかけた時一時期あったけど。あ、そうなの。一時期あったよ。で、そのホリエモンのね、なんかオンラインサロン一時期入ってたけど、うん、なんかそういうやつしか本当にいなくて、で、すいません、あなたそういう風にやれば儲かると思いますか、あ、これ無理と思った。知らねえよ、こっちは来てよ。まあ一応その趣味がゲームだよ俺、うん、それでなんかそういう e スポーツっていうか、まあその時なかったかな、 e スポーツっていうか、そのプロゲーマーのなんかそういう大会で開いて、なんかイベントあったらいい、面白いなっていうの開きたいなっていうのあったからさ、それでなんかうまくその経済じゃないけどビジネスとして成り立たせることができたらいいなっていうので、
ったけど、趣味がマッチしなくて、なんかね、そのゲームの中でも、ね、2つに分かれちゃって、本当にテレビゲームかボードゲームかって分かれちゃって、でどっちかというとボードゲーム寄りになっちゃったから、うん、でそのボードゲームもまあまあしょうがねえなってやろうかなと思ったんだけど、そのなんかミーティングのする時間が全部平日だったから俺無理じゃん、うん、そんな新宿じゃねえけど渋谷のどっかでやるみたいな、俺絶対無理だから、んでも、うん、自然リタイアしちゃった。自然消滅しちゃった。もう無理っつって。しょうがない。これは無理っつって。無理っすよ。無理っすよ。
っちゃ危ないね。あいつ逆煽りしてるよ絶対。